金村義明、中日は揉めてないわけない。中日などで活躍した元プロ野球選手で野球解説者の金村義明氏が2023年10月9日、金村義明のええ加減2世、MBS ラジオに出演し、中日の内部事情を非難した。中村のりひろ2軍打撃コーチが今季限りで退団することに関し、のりは自分から辞めたんかな？わからへんもんな、ここだけは。ここの球団の人間関係だけは、わからへんもんなとコメント。中村コーチが5月に1軍から2軍へ配置転換されたことについて、5月やで、交流戦前ちょっと連敗して、揉めてないとか言うけど、揉めてないわけないやんか、と声を上げた。その後も、お先真っ暗ですなどと、球団の体制を憂う、リスナーの声を受け、一変、ファンの声を吸い上げ、野営の2目と進言。ノリなんか間違いなく揉めてるからね、指導方法を。教えんな言うて、西山なんかはもう、早うに俺らの知り合いに、もうあかん。辞めるって言うてたからねなど、今季で退団する、西山修司バッテリーコーチの言動も裏話として明かしている。さらに金村氏は、明らかに、采配がおかしいって言うような球団も今年ありましたからね、大体わかってるやろけど、なんでこの起用法？っていう。それは先ほどのファンの人が一番よく知ってると思う。誰か止める人間はおらんのか？とも非難した。さらには、ヘッド兼ピッチングコーチの健康状態についても暴露していた。金村氏の一連の発言はネット上で物議を醸した。X 上では、個人情報の漏洩やからね。喋っちゃダメなのよ、みんなに伝える必要はない、軽々しく言うなや、中日 OB のはずだけど、結構厳しいことをおっしゃるよねなどの声が上がっている。立浪の花の形が嫌い。中日さあ、来年も最下位のチームね。おしゃべりクソ野郎。お前がノリを追い出したんだろう、まともな指導できないのに。そんなことわかってる。金村黙っとけ。こいつマジで E 級ノイズ。終わってるね中日。これだけ、口の軽い人間と絶対付き合いたくない。やめる、人は有能な荒木コーチやノリでなく、無能な元ミスタードラゴンズやろ。阪神がサイン盗みして、立って堂々と吠えて、後々訂正してたっけ？こいつの話は、話半分以下のそのまたいか。ベラベラ喋る奴に限って、頭悪い。金村氏なら、立浪にガッツンと言えるのではないか？